こんにちは、キュアアタリーです。今回紹介するのはこちら、ハピネスチャージプリキュア、プリキュアチョコ、プリチェンパーティーです。こちらはコンビニやスーパーなどで売っている、中にね、いちご味のスナック菓子が入っている1個105円のお菓子です。はい、こちらがパッケージです。プリキュアチョコ、プリチェンパーティーでいちご味のスナックが書いてあります。チョコが全部で6袋入っています。で、袋のラインナップがこちら。チョコの袋は全部で8種類、キュアラブリー、キュアプリンセス、チェリーフラメンコに、シャーベットバレー、ロリポップヒップホップに、マカダミアフラダンス、そしてキュアハニーにポップコーンチア。ポップコーンチア、僕見るの初めてですね。はい、というわけでこの袋全部で8種類のうちランダムで6袋入ってるということですね。今回全部見れるかなと思って2箱買ってきました。とりあえず目標は全部の絵柄を見ることですね。はい、それでは開けていきましょう。まずは1箱目。あ、ちなみにこれ特におまけとかね入ってないです。シールとかは入ってないですね。それではまず1袋目開け、あ、出していきますよ申し訳ないです。はい、それではいきます。せーの、はい。あ、小さいな。あ、キュアラブリーです。はい、こんな感じの絵柄のチョコレートの袋が入ってますね。で、中には、チョコレートのスナックが3つ入っています。それではまず1個食べてみたいと思います。よいしょ、いただきます。おお、うん、すっごいサクサクしてる。おいしい。うん、これあんまりいちご味のチョコの味が主張しすぎていなくて、サクサクザクザクとしてね、食べやすくておいしいですね。それでは2袋目からはどんどん出していきましょう。いきます。せーの、じゃん。はい、キュアプリンセス。はい、それでは3袋目、せーの、てーん。はい、なんだっけ、マカダミアフラダンス。はい、いきます。それでは4袋目。で、はい、あ、また来たよ、またキュアプリンセス。はい、それでは、あ、おこちゃした。それでは5袋目いきます。せーの、でーん、またキュアプリンセス。はい、それでは6袋目いきます。せーの、でーん、またかよマカダミアフラダンスでした。はい、1箱目開封した結果、キュアラブリーが1個とキュアプリンセスが3個、そして、マカダミアフラダンスが2個でした。かぶりすぎでしょかぶりすぎでしょ。いや、これ幸先悪いというか、コンプリートが危うくなってきたぞ8種類のうち、3種類出ました。はい、というわけで2箱目は5種類出さなきゃいけなくなったわけですね。はい、じゃあ絵柄を見ていきましょう。こちらが、キュアプリンセスですね。うん、かわいいな、やっぱり。はいはい、なんかもうちょっと眉毛太くなかったかなと思うんですけども、そんなことはないですかね。はいはい、足が若干内股気味なのが女の子っぽくてグッ。はい、そしてマカダミアフラダンス。おお、花、花、花、すごいな。おお、はいはいはい。おお、足元もなかなかおしゃれ。あ、スカートかわいいな。スカートいいですね。はいはいはい。はい、それでは2箱目開けましょう。いきます。じゃが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 ーん。一つ目いきますよ。一袋目、せーの、ペッ。あ、来た。なんだっけ、なんとかチア、ポップコーンチア。はい、どんどんいきましょう。2袋目、でーん、キュアハニー。3袋目、せーの、じゃーん、あれキュアハニー。4袋目いきます。せーの、じゃーん、どう、おかしいでしょポップコーンチアです。はい、それでは5袋目、せーの、はい。あ、こっちかキュアハニーでした。はいはい、
これ絶対6袋目も絶対キュアハニーだよこれ。はい、いきます、せーの、はい、出たキュアハニー。はい、あまりのかぶりっぷりに変な笑いが出てしまいましたね。はい、というわけでキュアハニーが、4つと、キュアハニーのフォームチェンジ、ポップコーンチアが2つでした。はい、じゃあちょっと絵を見ていきましょうか。はい、まずはキュアハニー。はいはい、おーおーおー、かわいいっすね。はいはいはい、かわいいっすね。はい、そしてポップコーンチア、こちら、うん、おーおー、すごいな、赤と青と白、おーおー、すごい。はい、というわけで今回2箱、12袋開けて出た結果がこちらです。はい、こちらですよ。はい、ねえいや、これコンプリートあるなと思って開けてたんですけど、まさかのね、8種類中5種類しか出ないっていうね。もう2箱目に至ってはもう真っ黄色ですからねいや、これね、あまりにびっくりすぎてもうなんかコメントが見つからないですはい、そんな感じでした。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回紹介したのはこちらの、ハピネスチャージプリキュア、プリキュアチョコプリチェンパーティーでした。はい、というわけで、皆様買ってもコンプリートできないです2個買ってもコンプリートできないです。なので、まあ、3箱4箱ぐらい買わなきゃ全部の絵柄は見れないんじゃないですかね。まあね、あとこの中に入ってるチョコ本当にすごく美味しいです。美味しいのと、あとこの袋の絵柄が全部本当に可愛いので、これはね、女の子をね、娘さんがいらっしゃる親御さんなんかはちょっと1箱買ってあげるといいんじゃないですかね。はい、なかなかおやつにもぴったりじゃないですかね。1箱でカロリーが99キロカロリー、少なめ、結構少ないなと思いますね。仮面ライダーチョコとかだとこれの 1.5 倍ぐらいかな、150キロカロリーぐらいあるので、まあね、最近のお子様は結構ね、体型とか気にするのかな僕は娘がいないのでわからないんですけども、はい、もしかしたらそんなお子様にもぴったりなのかもわからないです。はい、それではまた次回、バイバイ。